トーチが必要になります。これね、トーチね、トーチ必要ですよ。そして、まあ、今回、まあ、練習に使うのがこの7番かな。7番ね、7番のガスレンジ、はい。そしてまあこれ、まあ、うちの場合はタングステンと置くときは、まあ、基本的にはなバッテリーのバッテリー便利ですね。そうそうそう、これはねかなり便利、どこにでも持ち運ぶ。線がいらない、なんと線がいらないな、すごい画期的よね、これね。線がいらない、これね、ちょっとお高いんですけどね、こいつね、あのバッテリーがちょっとあのいいバッテリーなんで、まあ今回まあメインで用意していただくのはこのパイプ。これは 80A の付け通りなんですね。3mm くらいステンレス SAS304 の 80A ね、これで、あとはまあこの青いね、これはあのスピードグラスの9200番ってやつね。これ一番高いやつ、あのスピードグラスのね、一番高いのやつ。これね、この横がね見えるようになってんの。あ、横が、そうそうそう、横がね、ちゃんと見えるようになってんの。でまあ、ここもでかいから、はい、でまあ、スピードグラスは何がいいかっていうと、ね、やっぱ瞬時にね反応してくれるからね。で、あの誤作動が少ないよね、はい、近くで、例えば、ね、誰か溶接 してたりしたら、はい、誤作動で色変わったりするんやけど、はい、これもねこのセンサーによってね、センサーでね、いろいろ使い分けができて、はい、で、自分が出した溶接以外は反応製品っていうのが設定ができるよね。あ、これはそう、これも3万か4万ぐらい、高い、無駄ない、これ大事、大事だな。よし、今まあ、早速、もうね、手っ取り早く行きたい、うん、話が長いって評判やから、はい、とりあえずまあそういうことで始めたいと思います。よろしくお願いします。6ミリぐらいの、ね、6ミリぐらいのでね、パンって、じゃあとりあえずまあ練習していこう。で電気が今回ちなみに、60ミリア、まあ60じゃない、ちょっと弱いかもしれんけど、まあ、とりあえず1回60でやっていこう。はい、トモ付けね、今回はトモ付けのひたすらローリングをやっていくな。来たかんか、まあ最初は初めてのことね、ちょっと難しいのかもしれんけど、こっちにちょっとよく見といて、ランプでついてんの、はい、ではまあ簡単にローリングの説明していきます。まあ、最初にあのパイプの、溶接を始めるときに、まあ、端の方をねちょっと若干、別にローリングしなくてもいいと思うんですけど、
とりあえずまあ端っこにビードをつけていくっていう感じですね。でまあその端っこのまあ2番を揃えていくようなイメージで、でなおかつこのタングステンの距離を保ちながら、でビードとビードのこの間隔ですよね、ビード幅っていうのかな、これをまあ揃えていくイメージで溶接していくと、まあ、うまくなるんかなと思います。まあ、その今回ねパイプをなんで選んだかというと、まあ、どうしても板の場合ねその何回も何回も練習するとやっぱりこう歪みが出てきて、なかなかこう練習にならないかなと。でまあ今回そのパイプがね、まあ、ずっとこうエンドレスでね斜めにこうずっとかけていくっていう、でなおかつこの溶接をずっと進めていくわけやから、まあ、そのビードの幅もね揃えやすい、まあ、一番こうやりやすい練習方法かなと思って、まあ、今回パイプを選びました。どう？綺麗に揃ってんじゃん。反対側。おお。バームクーヘン。あれでしてる？何？え？バームクーヘンこんなやつ。あと。筒状になって。うん。長いやつ。うん。おい。何もでもいいだろこれ。うまいこと言ってな。うまいこと言ったよ。あ、最高。最初は感じな、これ。そう。なあ。スタートさえ揃えといたら、あとはもうずっとその2番に沿ってこうやってな。揃えて。転がすだけじゃなくて、もう幅をね、揃えていく。あ、意識して。そう。ご覧の通りですね、まあ、こういう感じで、まあ、練習を進めていくんですけども、まあ今回はねこのポジショナー、このポジショナーがある、ね、会社さんに限定されてしまうと思うんですけども、まあ、とりあえずそのローリングがうまく進まないっていう方とかにはとりあえずまあこのポジショナーがある会社さん、まあ、何回も言いますけども、まあ、そういう、ね、会社さんに限定されると思いますが、まあローリングを早く、まあ、取得したい方っていう方には、まあおすすめではないかなと思います。それでは、本日も、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。
また近日中に、詳しくこのローリングの、まあ、トーチの振り方ですね、それを、まあ、チャンネル登録をしていただいた方限定に、まあ、詳しいそのローリング方法というのを、まあ、解説していきたいなと思ってます。これからもどんどんね、皆さんの役に立てるような動画を配信していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。なんかこことここをこっちに転がした時に手前